シュンさんっていらっしゃったんですけど、この方が、はい、ダメドローになってるんですけど、この時は、アメリカの方が、向こう的な長い練習っていうのをさせないとか、一つ一つの動き、何度か何度かアメリカの方がこうやって話すことができるんですけど、